やいや、案外強敵だったな、ギマイラ。あの魔法の力がなけりゃ危なかったもんな。もうさ、吸血怪獣って別名が怖いもん。わかる、生理的になんかあれだよな、吸血。ギマイラの触手が通らないほどの鋼の筋肉を持てば問題ない。例えばこの私のように。ああ、はいはい。すぐに筋肉の話題に持っていこうとするのは旦那の悪い癖だぜ。すまん。そもそもギマイラってのはさ、ウルトラマンエイティを苦しめたほどの怪獣だからな。俺が苦戦するのも無理ないって。それお前の先輩かい、光の国の。まあな、地球で中学校の教師をやってたこともあるんだぜ。なるほど、地球人の、それも未来を担う子供たちと向き合うのにこれほど適した職はないかもしれん。確か理科の先生だったかな。おお、まあ私だったら体育かな。理論に基づいたトレーニング方法などを教えられる。あーぽいぽい、タイタスって体育教師っぽいわ。あ、じゃあフーマは？お前だったら何の教師になる？俺か？そうだな、手裏剣とか。いや、おかしいだろ、どんな教科だよ。なんで、結構うまいぜ俺。素養の問題じゃないよ、国語、算数、理科、手裏剣って並びがおかしいだろ。この中で仲間外れはどれでしょうのやつだよ。もうそうだぞフーマ、それに安全性も気になるな。専用の施設も必要になるし、やはり通常の授業では難しかろう。まあそこまで検討する余地もないほどだが、そういうことだ。ここは部活にするというのはどうだろう。ああ、なるほど、手裏剣部。いや、まだ続くの。部活動であれば専門性が高くても問題ないし、何より手裏剣は精神の集中にはもってこいだ。青少年の育成にも理にかなっている。剣道、弓道、手裏剣道、うん、これなら並びも変じゃない。いける、いけるぞ。これはずれてるよ、話題が。ん、そうだった。そうだよ、俺たちが元々してた話は、もし教師になったら何の教科をやるか。今お前らはどうやったら手裏剣が普及するかにシフトしている。悪い悪い、ちとばかし興奮しちまったわ。まったく、ギマイラの話から部活の新設の話に飛ぶとは思わなかったぜ。しかしそのエイティという方、慣れない星で教職を選ぶとは、よほどの人格者だったのだろうな。それはもうめちゃめちゃいい人だったよ、俺もよく勉強を教えてもらったもん。あまり身になってはないみたいだけどな。なんだと？じゃあ聞くけどよ、お前なんか得意な科目あんのかよ。え？うん、そういえばもし教師になったらの答え、タイガはまだだったな。どうなんだよ。君は何の教科を担当するんだ？その答えろよ。光線とか。はあ？なんだそれ、お前よくそれで俺のこと言えたな。うん、それでは部活にもならんな。勉強を見てくれたエイティに謝ってこい。うるさい。